君の作品がテレビで紹介されるかもしれないよ。詳しくはホームページで。未知との遭遇記。珍しい機械、どこをどうするとどうなるんだろう。ん、やめておこう。人のものを勝手にいじっちゃ悪いからね。こら、勝手にいじるな。ドラえもん、君ってやつはいつもそうだ。わかりもしないのに勝手にいじってろくでもないことになるんだから、いい加減にしてくれ。絶対にいじるなよ。いじってやる。あっち。何にも起こらないじゃないか。くだらない。ふん、いった。UFO を呼ぶ機械なのか。なに？ UFO を呼べるだと？またデタラメ言っちゃって。そんなこと言えるのも今のうちだよ。あ、そうそう、この前うちのチルチルがニャーニャー鳴くから何かと思ってみたらさ、なんと、本当に来た。これからも UFO を呼びたければ僕に言ってよ。今にテレビや新聞からも声がかかったりして、グフフフ。退屈したらボタンを押す。するとたちまち現れる。面白い。しばらくうろうろして帰ってく。何度やっても飽きぬいや。猫缶開けてほしい。すぐに来てって言うから飛んできたのに。仕方ないな。今日はこのくらいにしておくか。ご苦労さん。もう帰っていいよ。だからもういいってば。うわー、車車。狭いところへ。宇宙人？バグルシブルブリ？喋ってる？おう、ハロー、センキュー、グッバイ。未知との遭遇機といって未来の世界でも発明されたばかりの機械だぞ。へえ。これから出た電波を受けた宇宙人はどんなに遠くにいても UFO で飛んでくるんだ。すごいじゃない。ハハ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 。よく喋る宇宙人だよね。ちょっと来て。態度に気をつけた方がいい。何しろ何百光年という遠い星からはるばる来たんだからな。それが用もないのに気安く呼ぶなとカンカンに怒って、宇宙戦争になりかけたことさえあるんだぞ。宇宙戦争？とにかく話を聞こう。こんにゃくこんにゃく。
コンコンブルブルでハバーバーバーブルよ。さっきから何度も呼びつけたのは君か、だって。本日はわざわざお越しいただきましてありがとうございます。ナットブリーハ、僕ドラえもんです。こっちはのび太です。もうシーバルでハブよ。ハルカ星から来たハルバルさんというらしい。ブリブリーバグビー、なんて言ってるの。言いたかないけど地球までの燃料費が2億円もかかったって。2億円。ご飯の最中に呼び出されたので早く用事を言ってくれって。用なんかないよ今さら。そんなシャバリハヤアザブリ、まさか面白半分じゃあるまいな。だってそれはこんなもんじゃなくて聞いてもらうバッピ。話は変わるが、ハルカ星の宇宙艦隊はこれまで一度も負けたことがない。だってどうしよう。カムレもそれで強くするで、ブワー、どんどん機嫌が悪くなってるみたい。バッピンブワーッと逃げ込んでビャーッと待って、ブワーッと待って、ブワーッと待って、ブワーッと待って。ひとまずご飯でも食べながらゆっくりとお過ごしください。お腹が空くとイライラしちゃうって言うからね。何見てるかって？映画だよ映画。見られるようになったんだよ、ドラえもんチャンネルのアプリで。ドラえもん公式アプリ、ドラえもんチャンネル。なんとか機嫌を取って帰ってもらおう。結果このび太くん、ほら、ハルバルさんのお肩をおもみして。はい、ただいま。では、って肩どこ？どこでもいいから。じゃあ、失礼します。ブリャーブリャーブリャー、のび太くん、お詫びにこれを。ダメダメ、バナナブリャーブリャーブリャーブリ、飲酒運転になるだろう。 UFO で来てるんだぞ。そっか、じゃあこっちで。ショーンキビディカー、ささ、グイッとグイッと。カンバミヤン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 、ブラーブリー気に入ったって。ブリオブリオブリー、ブシー、はい、おかわりです。どうぞ。ブリシブリブリバッハ、地球の食べ物はうまいって。よかった、じゃあもっと持ってくる。もうろくなものが残ってないや。何してるの？ママ、違うんだ、これは地球の平和を守るために。また犬か猫を拾ってきたのね。バブリー、ピピパ、パパパパイ、バブリー、ペペペペペペ、バブリー、ペペペペ、ブワー、ウサーサブリー、ハー、ウヨ。ガブシワシ、ヤンキー、ダーダブシダ。まったく、アザラシだかオットセイだか知らないけど、うちじゃ買いませんからね。メカブルーには、時間の…ハルカ星の宇宙艦隊で地球へ攻め寄せると言ってる。ブレスマ、待って待って、ブレスマ、ブレスマ、もうダメ、地球は滅びるんだ、君のせいだろ。そんな…考え直して、お願いします。なんか喜んでる。これはガラスでできたビー玉というものです。なんて言ってるの。ハルカ星ではガラスができないらしい。地球で言えばダイヤより値打ちがあるんだって。それなら地球とハルカ星の友情の印としてこのビー玉を送りたいと思って呼んだのです。
メッシュブリヒャーヤヤホリヤホリヤブリヨ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 。何騒いでるの？ビー玉が地球を救った。ついに我々は滅亡の危機から脱したのであった。テレビの見過ぎです。未来がどうとか理想がどうとかブランコに揺られふと考えてた。嬉しい悲しいどっち、正しい間違いどっち、せかされ伸びた影見つめ。公園に一人ぼっち、砂場の怪盗よし、しゃがんでわかるはずなくても探した。0点のままの心で暮らして、笑って泣いて答えを知って、満天の星の中僕の惑星、地球の6分の1だから転んでも痛くないんだ。どこを滑っても怒られない。月面クレーターをゴン攻めだぜ。